毎度コーディアです、フィルムカメラですミノルタ TC1 が入荷しています、元箱入りです。これは非常に高い高級コンパクトカメラでしたので箱も立派ですね。トリセツですね。トリセツとまあ多分保証書切れてると思いますけども保証書はないですね。まあそういうのが付属していました。とですね14万8千円当時の定価です。まあ保証書は一応ついてますけどまあもちろん会社がないのでねもう保証は効きません。カメラ本体とこれが専用のカメラケース、カワーケースですね。カワーケースと、まあ、あとストラップが付属しています。まあ、物は中古といった感じです。すごい肌触りのいい。なんかワックスとか塗るともうちょっと綺麗になりそうですね。ボディは黒ではないです。普通のタイプですね。まあ、特にひどいへこみ、傷などはないですが、まあ、このチタン特有の、この、あまり裏は綺麗です。どっか、ここですね。ここら辺にちょっとすれがあります。まあ、この当時のチタンのボディ特有の感じですね。コンタックスとかああいうのもみんな同じような感じで擦れてきます。まあまあ綺麗というとあれですけどまあ小綺麗な方だと思います。電池が123ですね。 CR123 が入ってましてこんな感じで動いてます。絞りがこのように真円、深円ですね。なのも特徴ですね。面白いと思います。このレンズ非常に性能が良かったのでその後ライカマウントになりましたね。スクリューマウントで出ました。このように普通にきちんと動いてました。ファインダーも綺麗に見えてます。特に問題ないと思います。ここら辺も非常にコンパクトに考えられて作られてますね。このようにシャッターも動いています。音とか作動の感じも悪くないと思います。こういうの非常に安くなりましたね。まあ、使う人は本当今いい時代だと思います。 TC1 ですね。